これはソレスタルビーイングが世界を揺るがす5年前、まだ武力介入の準備段階であったソレスタルビーイングには、組織内部に裏切り計画に是非を問う者たちの策略により、当時開発マイスター候補の一人だったヒクサー・フェルミは親友グラーベ・ビオレントを生きろ、命を落とした親友が最後に託した言葉、その約束を果たすためヒクサーはベーダのベーダからのミッションプランか。再会した彼はそれまでにあった陽気さを失い、首にはめられた自爆装置が組織内の立場を表していた。そしてミッションを開始しようとした時、彼の目に憔悴した少女の姿が映った。傷が痛むのかい？あ、いえ。わかるよ。君が痛がっているのは。その出会いは運命のいたずらだったのか。ハヤナはフェレシテに所属する花代と同様に、もともとは人格プログラムから生まれたデータ上の存在であり、その肉体も組織が用意した器に過ぎない。一連の事故の影響によって彼女は今でも自身の肉体を奪われる恐怖に囚われ続けていた。人は見えない傷の方が痛い。だから悲しい。どんなに痛くても生きていくしかない。生きていく。そして僕はベーダの目として世界を見て回るために生きる。それから6年、ベーダの記録に死亡扱いとなっていたヒクサーは今再びシャルたちフェレシテの前に姿を現した。彼が今も生きている理由も、太陽炉を奪い去ったわけも、フェレシテには推測のしようもなかった。しかしフォンだけは新たなマイスターの出現を足がかりに、
Thank you.
ここで失敗することは。撤去死人。
け。Thank you.
10代に入る前からテロ組織に所属していた彼は、大人たちと人々を混乱させるのが目的のテロさえ自らの利益近し、元より歪んだ世界でさらに一方的なルールを押し付け、だからこそ彼は標的のソレスタルビーイングによる武力介入、そのこいつはあの慎重なイオリアの人生、国連に、いや、その中心、そいつを、おっさあ、俺を止めるために宇宙に上がったフォンは世界の歪みの中心へ突き進む。己の意志とガンダムこそが新たなる変革の鎖となるため、we'll be right back.
クサーフェルミオ、我が仲間リボンズはベーダを処方しなかった。お前を通してベーダに近し、それでも僕は戦う。君が計画に縛られる。存we'll be right back.
こいつが計画の根幹をなすシステム。ようこそフォン・スパーク。やっと出てきたか。正直君の活躍は目を見張るものが、おかげでこれからの計画の進行が随分。俺を利用したというのか。自尊心の強い君がショックを受けるのは分かっていたよ。計画の功労者である君には戦闘の中で死なせてあげようと思ったのだけどね。それでも君は生き残ってしまった。それじゃあ別のご褒美をいただこうか。残念だけどベーダは渡せないよ。来るべき対話のために必要だからね。ベーダは巨大なネットワークだ。そのすでにそちらにメイン機能を移す準備。さようなら、フォン・スパー。君は本当によくやった。月の施設内のデータリンク途絶。ベーダ、フォン。フォン・スパークの一連の行動により世界地球圏全域にまで影響を及ぼした太陽光遮断テロ。結果爆発的に増加していた宇宙労働者たちは、その一方で地球連邦上の存在による粛清は、それもまた彼の意図によるものだったのか。しかし彼の新ベーダに接触したフォンは、月面にガンダムと太陽以降、ヒクサーやフェレステでさえも彼の行く本が消えた。ううん、違うよ。やられだって、ベーダのメインターミナルが、でもすでに機能停止していても、まさか。ありえるね、ヒクサー。なら僕はフォン・スパークを追い続けるよ。でも今は必要ないよ、シャル。必ず彼を捕まえて。キクサ、ここでもう一人のガンダムマイスターの物語。確かにフォンは人類の一人として傑出した種の存亡さえ危ぶまれる情勢の変化に、彼もまた人類自らの意志で